絶対的なこの音の透明感があるなっていうふうに、まずそのファーストインプレッションですね、最初に触った時に思いまして、で、まあ、こういった何ていうんですかね、そのピアノ的なこう緊張感のある、時にこうポーンと張り詰めた音を出すにはちょうどいいんじゃないかなというふうに思いました。対旋律というか対予法的な、あの上がメロディー他が伴奏じゃないんですよね。こういろんなメロディーが重なり合って一つの音楽になっているというふうな、曲の構造になっているものが多いんですけれども、そういった時に、この音のですね、特にこの内側の弦っていうんですか、3弦4弦のあたりの、このあたりのメロディーがこう前に出てくるがすごくこう分離が、音の分離がいいんですね。上のメロディー、下のメロディー、そしてまあバスみたいな感じで、そういったものがすごく浮き出てきやすいのでですね、バッハなんかにも合うんじゃないかなと。演奏家はですね、こう楽器によってすごく音楽を助けてもらえるというか、こう本当にこのレベルのですね、いい楽器になってくると、まあ、もちろん好みはあるんですけど、やはりですね、その弾いた時にこう楽器がこうこんなこともできるよみたいな感じで教えてくれる瞬間があるんですよね。でそういう時にですね、なんかすごく新しい発見が、自分の演奏の中でもあこういうこともやっていいんだなみたいな、ことを思いつくことがあるんですけれども、本当にあの楽器によって、こう演奏家も変わっていくといいますか、そういった面白いところがありますので、本当に今日はですね、多分私が一番楽しんでおりますけれども、